はい、皆さん、こんにちは。今日もアスカのデモ版やっていきたいと思います。前回の続きですね。前回この家を建てて初めてですね、仲間を召喚しましたね。こちらのオーディンの目で、村人の方を呼び出しました。で、今こちらに、なんだ、木こりの方を建てなさいという、まあ建てなさいというか設計しますよということで、設計図を置いた時点で、この人が持ってきてくれましたね。ああ、でもなんか言ってるな。長い棒とかが見つからないよと。ああ、そういうことか。木こりじゃないから、多分切れないのか、木が。ということで、落ちてるものは多分拾って入れてくれるんですけど、自分で木を切ったりはできないみたいですので、ちょっと自分で切っていきましょうか。主人公で切っていくと。ということで、で、切って、そのまま今まで拾ってましたが、それを拾わなくても、おそらく、この仲間が拾ってくれるのではないかと思います。よし、とりあえず、今、作れるものを徐々に作っていきましょうかね。で、これをとりあえず倒した後に分解すると。はい、OK。で、こいつをさらに分解していくと長い棒になって、そうすると多分仲間が拾いに来てくれるのではないかと思います。どうかな？よいしょ、どうだ？来る？来ない？来てる？うん、どっちかよくわからんな。長い棒にはなってますよね。どこだ？これありますね。長い棒一応ありますけど、拾いに来ないな。え、ダメなのかな？さあ、まあいいや、自分で仕方ない、1個拾っていこう。ということで、ひょっとして寝る時間とかそういう感じなのかな？ん？動いてない。なんか座って休んでる。ちょっと一旦こいつを入れてからだな。入れてと。で、ちょっと村人メニューを開いてみよう。自分は大工だし、ちゃんとした職場に割り当ててほしいと。いうことで、まあ、労働、あとはなんだ、キャラクターとかですね。割り当ててるような気がするんですが、違うのかな。村人と取引。ああ、なるほど。石斧も持ってるので、一応これで、ちゃんと働くことはできるのかな。くわ。こっちにしておくか。水分補給が十分ではなくなってるは十分ですね。ああ、持ってきてくれない。物資的なものをちょっと探してこよう。まあ、自分である程度入れたら、ひょっとしたらトントンだけしてくれるのかな。てっきりなんか運んできて、勝手に作ってくれると思ってたんですが、そうではないみたいですね。とりあえず拾う。棒も拾っていくか。棒はこれで OK。あとはロープが3つか。ああ、もう寝た。あ、仲間が先に寝てしまいましたね。なんてことだ。まあいや、とりあえず入れておく。で、縄は作れるかな？3つ作れる。3つ作れますね。OK。また繊維の方も集めておかないといけない。よし、これで OK。自分もちょっと寝ましょう。いや、家ちょっといっぱい作っといてよかった。複数なかった。自分の家がないところでしたね。はい、とりあえず一旦寝て、で、回復していきましょうか。で、ビルディングプログレスが 0% なので、まあこれ遠くにいても、仲間がもし作ってくれてるんなら、完成具合は分かりますね。はい、とりあえず水飲む。OK。その他ちょっと作れるもん見ていきましょうかね。基本的な生産。あとは石膏か。おっと。なんか、見づらいな。かなり暗くて分かりづらいですね。とりあえずここに置いておこう。で、もう一個なんかありましたね。これか、採掘、採取するやつか。採取するやつも置いておきましょうか。どこでいいかな。ここで、資源は全部こちらに固める感じでいいですかね。はい、ということで、これで、木材、これは木材じゃないのかな。まあ、木材、石、そしてこれは何を採取するのかわかりませんが、
こちらの方で入れてもらうと。他には何かあるかな？魔術はなし。井戸。井戸も作れるのか。井戸ちょっと欲しいな。石がめちゃくちゃいっぱいですね。井戸は水の飲み場の近くに置いておきましょう。あ、置けない。え、これどこに置けるんだろう。はい、ちょっと待ってよ。確か水を飲む。あ、これか。これの上とかなのかな。井戸の方も見ておきましょうか。あ、いけたいけた。ここだ、やっぱり。水が溜まってる場所しかダメみたいですね。はいはいはい。で、まあ、こんなにいっぺんにやっていいのかわかりませんが、あと建設マーカーって、これは何だろう。大工が資源を探せるエリアを示す。どういうことだろう。これが近くにないと拾ってもらえないのかな？はい、ということで、まあ、いや、ここにとりあえず立てておきましょうか。で、あとは街灯を、これは何だろう？ああ、そうなんだね。武器とかもそろそろ作っていかないといけないのかもしれません。よしよし。はい、ということで、とりあえず仲間が起きるまで自分も休んでいましょうかね。さあ、朝7時になると仲間起きるみたいですね。おー、なんか手振ってくれた。おはようということで。あ、ちょうど7時になると、まあ日付も変わるので、それで起きてくれるという感じですね。どこ行った？水はたっぷり取れたよということで。ちょっと待って。どういうことだ？大工さん。なんで動かなくなった？予定バランス。これでなんかあるのか？ああ、なるほど。労働時間とかも決めれるんですね。なるほど、なるほど。朝8時にならないと、働いてくれないと。8時から8時までとりあえず働いてくれますよということですね。あと20分間は何もしてくれないのか。休憩時間的な感じなのね。で、どうするんだろう、この人らは。とりあえず、あと10分で8時になりますので、それでちょっと動くか見てみましょうか。まだちょっとわからないこといっぱいですからね。あと、村の人は10人まで行けるみたいですね。ああ、8時になったから。むっちゃダッシュで気分変えて作り始めた。違うのか？違うのか？作ってくれるんじゃないのか？なんかしてる。何をしてるのかはわからない。何してんだろう、この人。なんだろう。水かなんか飲んでたのかな？自分の水筒に入れてたのかもしれないですね。ああ、そして、建築始まりましたね。今 50% 超えたところか。はいはいはい。9% ずつぐらいなってますね。おしとーん。これでできたのかな？はいはいはい。で、こっちも作り始めてると。あ、ムール貝が腐っちゃった。ああ、なるほどなるほど。こうやってどんどん作ってくれるということですね。で、仲間がいれば、おそらく木こりも入れれるということか。で、多分前回ちょっと見た感じだと、この青い石が、なんか、血のかけら的な感じで、あ、ちょっと待って、なんだこれ。腹をすかせたスモルカーの群れが近づいてくる。どういうことだろう。やばいな、敵が来るのかな、何かわかりませんが。はい、とりあえず、これが、崩していくと、この村人を呼べる材料なのかなと思いますので、こいつをちょっと壊していきましょうか。で、どんどん仲間を召喚していかないといけない。いや、相変わらず、鶴橋、脆いな。さあ、あ、なんか、ここに溜まってはいるけど、細かくぶっ壊れた破片、ちょっと一回取ってみようかな。これは、小さな石か。光るやつではないんですね。あ、そうか。一回全部ぶっ壊さないといけないのか。もしくは、ああ、光るやつ出てきた。あ、もしくは、なんかもっといい材料で、壊さないといけないのかと思いましたが、普通に石のやつでも削ってれば取れますね。問題は敵がなんか攻めてきそうな雰囲気がちょっと怖い。よし。ああ、そうか。そうすると寝床も作らないといけないのか。自分の寝る場所がなくなってしまうんですね。なんということだ。いっぱいちょっと作りすぎて、材料とかが、あ、こいつ何？何？あ、なんか任せろって言ってるのか。はいはい、これですね。ユトゥンヌチと。こいつが
5つ必要なんだよな。ってことはこれでっかいのから1つしか取れないのかな。全部壊すともっと取れるとかは。ああ、もう1個取れた。あ、さらにこれ大きな石。これ関係ないやつかな。まあ、ここはちょっと残しておきましょうか。で、ユトゥンの血を2つなので、石の方を、壊していけば大丈夫か。はい、こちらの方に2つ入れていきましょう。あと3つですね。取ればとりあえず OK と。井戸の塔。あ、ちょっと待てよ。他、石必要な場所ってないのかな？ここもない。あ、特に石は必要じゃないんですね。よしよしよし。で、今何してんだろう。仲間は、あ、棒を見つけられなかったって言ってるな。こいつは、やばいやばいやばい。あ、村を去ってった。どういうことか。全然わからない。で、確かここは木を壊した後に、あるな。あるけど、これを取っていってはくれないのか。これ近くに置いときましょうかね。でもこれを必要とはしていなかったな。はいはいはい。とりあえずここにポイしとこう。あ、やばいやばい。間違えた。あ、大丈夫か。壊してしまったかと思ったけど大丈夫でしたね。あ、そして、棒。長い棒。これに行ってくれるのかな？これに行ってくれる？あ、長い棒も取りに行ってくれましたね。ちゃんと大丈夫でした。はいはい。ということで、自分はまだここにもあるんですけど、まあ、任せて違う木を切って枝を集めましょうか。あ、やばいやばいやばい。人だった。こちらですね。ショートカットの位置変わってました。間違えてキノコ食べたらえらいことになってますね。あ、幻覚を、あ、ちょっと待って、これ幻覚を見てるのだけか？あ、大丈夫ですね。で、倒せる木がこいつか。はい、こいつは倒せますので、倒していこう。キノコは、これはいつまで効力があるんだろう。さあ、はい、OK。で、こいつもぶっ倒していく。あと、光ってる石を見つけたら、採掘していきましょうか。よいしょ。はい、これでも枝とかになりましたね。棒と枝にはなったよと。よし。あ、この長いやつもぶっ壊せば確か枝、棒にはなったので、こいつもぶっ壊しておくか。よいしょ。はい、仲間拾いに来い。OK。光ってるやつは結構いろいろな場所で見かけたんですけどね。ああ、奥にある。必要ない時は意外とよく見つかって、必要な時はなかなか見つからないと。はい、ベリーを食べて水分も補給と。はいはいはい、ここですね。あ、なんか、プロセスが、増えたな。井戸かな。井戸かなんか行けましたね。そして建築してる時に怪我を負うと。よし、とりあえず、仲間をもう一人、木こりかな。木こりですね、やっぱ欲しいのは。木こりの方をちょっと呼びたい。まあ、ただ、二人現れてどちらかしか選べないので、二人ともに木こりが来ない場合はどうすることもできない感じですね。よいしょ。まだ取れないな。やっぱ半分ぐらい行くと一個出て最後まで壊すともう一個出る感じですかね。よし、やっぱり半分で一個出た。そしてこれでっかい石二つぶっ壊すだけで、ツルハシは一つぶっ壊れそうですね。なんてことだ。よし。はいはいはい。では、今のうちにちょっと石とかを取って、よし。で、ブレードを作ってしまおうか。ブレード10個か。二つとりあえず作っておこう。で、ツルハシは作れる？あー、ロープがない。ロープがあれば作れる。はい、オッケー。で、ツルハシ作っておきましょうか。予備ですね。よし、さあ、もう一回ぶっ壊すの再開ですが。よし、採石士、レベル4。はい。めっちゃ怪我するな。石が飛んでくるのかな、破片が。
さあ、20、16ということで、よし。はい、これで、2つ。あれ、もう1個どこ行ったんだろう？あった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 。やっぱり、1個から2つ出るみたいですね。なので、まあ、あっちもある。えい。さあ、これを取れば、3つ目ですね。よし、ここ揃うので、もう1個、人が雇える。ただ、家が自分の分がないですね。それはそれでちょっと困ったな。よし。あ、もう出た、出た、出た。さあ、真ん中まで行かなくても、とりあえずゲットできた。さあ、これを当てはめて仲間をもう一人召喚していきましょうか。あと何が足りてないんだろう、こっちは。とりあえずこの中に入れると。はい、そして召喚と。え、これは何だろう？嵐の人。嵐の力が体に流れており、雷鳴のなる暴風から勢力を得ると。稲妻が走ると身体能力と士気が一時的にブーストされる。おお、すごいね。鉄の灰、長く走り続けられる。睡眠時間も長い。それは困ったな。ということで、あとは花守り。春に植物を育て、なんか、収穫かな、こいつは。誇りではない感じですね。まあいいや、とりあえずこいつを呼ぼう。さあ、入れておく。何が必要なんだろう、あとは。長い棒、そして棒、縄。で、仲間はどこ行った？仲間は違うやつをなんかやってる感じですかね。はいはい。長い棒ないのか？全部持って行ったのか。はいはい。ということで、じゃあ、やっぱり主人公が木を切ってあげないと、全然ダメなのか。はい。ということで、とりあえず木を切っていこう。はい。一個切って、次は何かな？この石関係。はい。長い棒来たよ。長い棒来た。よし、来た。めちゃくちゃ来た。はいはい。ということで、どんどんこれで、長い棒を作っていってあげましょうか。さあ、結構遅くなってしまいましたが、これでなんとか完成はできそうですね。そしてなんか、ブラッドムーンがどうたらこうたらってきていましたが、また謎な感じですね。で、長い棒とかも全部あるので、あとは自分が、紐を作って、で、この紐を入れてあげれば、おそらく大丈夫だと思います。今10本作っとくか。で、これを入れてあげるという感じでできると思います。できましたね。で、ここが石関係のなんかかな？一回メニュー見てみるか。石、石膏小屋。村人が石を集められるようになる。ちょっとなんか来てる。おい、やばいやばい。なんだこいつ。ちょっと待って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 、変なの来てる、変なの来てる。ちょっと待って、こいつ何？やばい、変なの来てる。なんだこのプールみたいなやつは。やばいぞ、これは。パンチしてるな、石斧。よいしょ。ちょっと待って待って待って。なんだこいつ。全然気づいてなかった。スタミナがなくなった。やばい、少し壊されたのかな？おーっとっとっと、なんか食らったよ。よいしょと。はい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 。よし。ああ、なるほど。下の方が気絶メーターみたいな感じなのか。で、下の黄色いやつがなくなると気絶すると。やばいね。呪われたって出てるよ。ちょっと待って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 。よーし。はい。ブラッドムーンが沈みると。こいつがブラッドムーン。しかもなんか、こいつから取れる。さあ、なんか取れるけど、これも HP があるのか。さあ、なんかわからないことばかりですが、まあ、なんとかなってる感じだな。ブラッドムーンがやばいんですね。で、川萩石がなんか上がったな。なんかもらえた？さあ、そして自分の HP がめちゃくちゃ減ってますね。さあ、夜中ですけど、もうあと30秒、25秒か、で、仲間が到着しますね。そしてなんか寝てる横にウサギっぽいのが来たんだけど、ヤギかな？なんか来ましたね。現在、主人公めちゃくちゃダメージ食らったので寝てるんですが、体力の回復めちゃくちゃ遅いです。
これ本当やばい。もう一回来たらやられるかもしれませんね。とりあえず早めに武器ちょっと作りましょうか。よし、来た。さあ、新しい村人来たよということで、水分はたっぷり、強さが増しているということで、この人を見たいですね。この人。で、一人目も大工なのかと思っていたんですけど、一応専門家の方が、こちらですね。なんか、これこそ植えるやつを取るみたいな感じでした。で、こちらはこの女の人を割り当てにすると。これは何だろう？石を集めることに卓越していると。ああ、ただこれ植物関係もこの一番最初の人よりかは能力が高いですけど、うん、とりあえず石にするか。でもな、今は木材が欲しいところなんだけどな、さっぱり見えませんね。暗くてよくわかりませんが、石のやつはこれですね。ちょっと攻撃されてしまいましたが、こちらに、この女の人を割り当てしてみましょうか。昇進と。アップグレードもある感じですが、めちゃくちゃ多いな。はいはいはい。これで OK と。とりあえず自分の家も作ってもらわないといけないし、もう一個、あ、もう一個もできてるな。採取系もなんかできてますね。なるほど。はい。ということで、暗いので朝まで待ちましょう。あ、朝になりましたね。ということで、二人起きるのかな？一人を木こりにしてみました。建材関係は、まあ、後でこれを解約すればいいのかなと思ったので、一人解約していきましょう。で、女の人も、この人は、一応石にしたんですけど、村人メニューを開いてみよう。道具の方が石を砕くようなやつがないんですけど、これ与えないといけないのかな？ちょっとそれもよくわからないので、石を砕くならとりあえずツルハシが必要ということで、これを与えておきましょうか。それとこちら、なんか自分でも入れれるんですけど、バスケットの方がストレージっぽくなってるみたいですね。なので、まあ必要な石、小石はこことか、ここは何だろう、何かわかりませんけど、真ん中と、あとこちらの方には大きい石を置いてくれたりとか。で、ここには樹皮を置いたりとかも自分の持ってるやつできましたね。あ、薪も置けるのかな？で、長い棒とかも置けるよという感じみたいですので、まあこれでちょっと働いてもらいましょう。8時なんで働きに行ってるはずですよね、この人。なんか、あ、やっぱどっか行くな。どっか行って、あ、なんか石拾ってるのかな？石拾ってるのかなんかしてると思います。で、もう一人は木こりなので、おそらく木をぶっ倒しに行ってくれるのではないかなと思っていますが、もう一人はどこ行った？こっちの方かな？いや、全然どこ行ったかわかりませんが、まあ、多分何かしらやってくれてるんじゃないのかな？あ、結構遠いところまで行ってるな。何かしらやってくれてるんだと思います。なんでそんな遠いところに行ったのかはわかりませんが、ひょっとして、ああ、なんか、ブルーベリーかなんか食料を探しに行ってるのか。そういうことか。はい、ということで、自分は、このメンバーではまだ探せない、食物繊維ですね。で、これで縄を作ったり、ちょっと食べ物を取ってきたり、あとはもう一人仲間を呼ぶためにこちらの岩を砕いたりして、行きましょうかね。その間にみんなが多分、いろいろと集めてくれるので、それで家を建てていきましょう。さあ、こちら仲間の方が木を切ってくれてますね。よしよし、これで、仲間だけでも、あと一人揃えば建てれるようになる感じですかね。一応今3つ、ありますので、あと2つ揃えれば、もう一人召喚できそうですね。で、石の方もいっぱい取ってきましたので、こちら預け、おぉ、でっかい石も取ってきてくれてる。で、これが樹皮ですね。あ、これはもう預けられない。枝関係はどうなんだろう。枝はどこだ？これか。はい、15本ありますので、ここに置いておきましょう。ということで、この石関係ちょっといらないな。労働者を管理、この人を外して、ちょっと建築関係に回ってもらいましょう。木が自動的に取られているので、まあ、これでもう一人の大工さんにした人は多分こっから取って
て、勝手に立ててくれるんだと思います。よしよし、さあ自分はですね、そしたらこのまま石をもう2つ集めてしまいましょうか。あと、ああ、これベリーが多分、あれかな、みんなの食べ物になるのかな。ここは野菜かご。真ん中はこれなんだろう、しまう。はい、これ種とかもありますね。これ繊維もあるということで、こんな感じで置いていっています。さあ、もう一人召喚できるだけ揃いましたので、見ていきましょう。ああ、家の方建ててくれてますね。よしよし、OK。で、こちらの方に、あと2つと、まあ、3つもらえたんですけどね。で、どれがいいか、日の出を見る人と、夏になると釣りの技術が頂点に達すると、水温が高い時の魚の行動を直感的で理解すると、こっちは鉄の胃袋と、食料不足への抵抗力が上がる。これは何だろう。体力プールが大きいが、かなり喉が渇きやすい。まあ、喉は、乾いてもらっても問題ないので、この人にしてみましょうかね。で、現在家の方を建ててもらってるんですけど、何が足りない？ロープか。ロープは自分で入れてあげましょうか。他になんか必要なのかな？あとは長い棒ですね。なんか持ってきてくれたりは、あれ？何にも持ってるってないな。はいはいはい。なんか取ってきてくれるのかと思いましたが、取ってきてくれていませんので、まあ仕方ない。自分もちょっと木を切るのに参加していきましょう。さあ自分で長い棒をちょっと取ってきました。知らない間に家一軒建ててくれてますので、ああ、やっぱり長い棒どこから持ってきてくれてるのかな。ああ、長い棒保管されてる。ここに保管してくれてますね。木こりの人が多分入れてくれたんだと思うんですが、こんな感じで、保管してくれていますので、まあこれでしばらく待ってれば OK と。それとですね、建築できるものがちょっと増えていました。工房が増えているということで、こちら、お、でか。こちらもちょっと建てていきましょうか。2つ分、必要なのかな？ということで、こちらの方も回転させて、どっちが手前だ？高さ的にこれで合ってるのかわかりませんが、ここにちょっと立てていきましょうか。まあこれも NPC に任せておけば立ててくれるので、まあ問題はないでしょう。まあ今、家がちょっと欲しいところですね。その他にも、まあこれはダメ。で、マーカー系ですね。で、倉庫。倉庫は、これ何を入れるんだろう？様々な貯蔵用の、建造物を作れるようになると、労働者2名を割り当てるとなっていますが、これなんだ、大きな石。これもちょっとわからないな。まあ、ちょっと建ててみたいところですが、ちょっとある程度落ち着いてからにしましょうか。その他にも自分の村を囲う、さっきの変なゾンビみたいなやつから、囲うため、守るやつかもしれませんが、柵とか門も作れるようになっていますね。なるほど、なるほど。すごいな。貯蔵庫はその物資ごとに違って一応ありますね。なるほど。工房、農場、調理場、炭の製造所に、これなんだろう。溶鉱炉的な感じかな。鉄とか作ったりするやつかもしれませんね。で、工房の方も3タイプにアップグレードできますよ、という感じだと思います。作ってくれてるね。家の方を先に作ってほしいところだけど、これ、あれか、ロープがなかったから。ロープは、どっか入れる場所がないのかな？そうしないと、誰も使えないんだけどな。特にそういうのが見当たりませんので、まあ、繊維はあるけど、ロープの入れる場所はありませんね。まあ、これもいずれできるんだと思うので、まあ、こちらも入れて作ってもらいましょう。はい、ということで、まだあと6分はかかりますので、しばらく待ちましょうか。さあ、あと3分で来るんですけど、こちら、タブキーを押すことによって、この集落の問題がわかりますよと。で、こちらですね、木こりの方で働いてる人が適切な装備をしていないので、まあ、工房を早めに建設して、まあ、その道具を作れということだと思います。で、この村人の人が数字があって、こちら予定バランス労働時間とか、ありますね。ちょっとなんか、満足度的なやつなのかなと。勝手に思っています。それとですね、建物にこのマイナス家屋ポイントというのがあって、
こちらですね、このマイナスがつくやつのそばに、家があると、このような感じで、木こりの方でマイナス10食らってますが、おそらく快適度が変わってくるのかなという感じですね。なので、周期とか緯度、緯度が25ですから、こういうやつや採取系のやつのそばに建てることによって、おそらくこちら快適度が上がっていくという感じの、そういうこともちょっと考えないといけないよ的な感じなんだと思います。なかなか難しいですね。今知ったので今後はちょっと気をつけてこちら建てていきましょうか。石とか、なんだろうな、木を切ったりする施設のそばには建てない方がいいみたいですね。では、あと、だいたい2分40秒ぐらいでもう一人来ますので、もう一人来るのを待ちましょう。あ、もう、新しい人が来ますね。よし、来た。村人、3連発っていうことで、この人来ました。あ、詳細も見ることができるのかな？家なしと。自分は大工だ。まあ、これは OK。戦闘は初心者。他はなんかスキル的なのはこれですね。優秀な兵だがスタミナ回復速度が遅い。ああ、これはなんか最初に言っていましたので、まあ問題ないでしょう。ということで、これ自分が寝てた家の方を上げましょうかね。この人か。はい。ということで、これで OK。で、朝になるまでちょっと、ダメですが、今この女の人が大工をやっているので、今来た人に大工は変わってもらって、この女の人にはちょっと採取系をちょっと頑張ってもらおうかなと思います。今大工やってる人ですね。採取レベルが10なので、この人を割り当てておくと。ただこの採取が一体何を取るかが、ああ、こういうのがあるのか。ああ、で何を優先させるかとかなのかな。はい。ベリー。まあ全体的に、野菜とか、ああ、なるほど。こういう食べ物繊維を取ってきてくれるということみたいですね。なので、まあ食べ物係というような感じなのかな。はい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 。徐々に分かってきましたね。自分でも入れられるし、自分でも取れるので、まあこれ集めてもらったやつで、しっかりと自分がここから取って、何かを作るとかでも良さそうですね。はい。ということで、今日は仲間が3人になったのと、いろいろな施設を作り始めました。まあ、次回はこちら、ようやくですけど、クラフト系のベンチが出来上がると思いますので、また次回この続きやっていきたいと思います。それでは皆様、ありがとうございました。Thank you.